4096ビット型セレクトロン管256ビット型セレクトロン管。セレクトロン管は RCA 社のジャンエイ・ライクマンのチームがテレビの発明で知られるウラジミール・ツボルキンの指揮下で開発した初期の記憶装置である。チームは次期コアメモリが一般化する以前にセレクトロン管の商業化に成功できず今となっては詳細も不明である。1946年 イアスマシンを設計中で新たな高速記憶装置を探していたプリンストン高等研究所のジョン・フォン・ノイマンからの依頼でセレクトロン管開発が始まった。RCA は4096ビットの容量を提案し、同年末までに200本を製造する計画を立てた。しかし製造は予想していたよりも難航し、1948年中頃になっても完成しなかった。 開発の遅延に伴い、イアスマシンは、ウィリアムス艦を代替記憶装置として採用することになり、セレクトロン艦の第一の顧客はいなくなった。RCA は、セレクトロン艦のコンセプトは捨てず、256ビットの容量で再設計した。256ビットのセレクトロン艦は、量産時には500ドルで販売することが計画された。 ウィリアムス簡よりも信頼性は高かったが、生産数量が少なく高価だったため、実際にこれを使ったコンピュータは、ランド研究所のジョニアックだけであった。1940年代に開発された、こういった記憶方式のすべては、1950年代により、小さくてコストの安い時期コアメモリにとって変わられた。本来の4096ビットのセレクトロン管は、 長さ 25cm、直径 7.6cm の真空管で10244ビットの構成である。間接的に熱せられる仮想度が中心に伸びていて、周りを縦のワイヤー群と円周方向のワイヤー群で囲んで円柱状のグリッドアレイを形成し、有電性記憶媒体を金属シリンダーにコーティングしたシグナルプレートと呼ばれるものが災害周にある。ビットは、 シグナルプレートの滑らかな表面の理散的領域の電荷として格納される。直行するグリッドワイヤーは弱干性の電圧がかけてあり、仮想度を飛び出した電子はグリッドを通過して有電体に到達できる。電子が連続的に流れることで、二次電子放出によって連続的に電荷が蓄えられる。ビットを選択的に読み書きするには、 対応する位置で交差する2本のグリッドワイヤーだけを除いてグリッドに負の電圧をかける。するとその位置でのみ仮想度からの電流が流れることになる。情報の書き込みは蒸気の方法でビットを選択した上でシグナルプレートにプラスかマイナスの電位パルスを送ることで実施される。シグナルプレートがプラスの場合、選択されたビット位置の有電体に位置が書き込まれ、 マイナスの場合例が書き込まれる。グリッドのバイアスがオフになると油電体の対応する位置に電子が静電気として保持される。セレクトロン管の断面図情報を読み出すには電流の方向を逆転させればよい。グリッドでビット位置を選択して仮想度にパルスを送ると対応する位置の有電体が帯電していればシグナルプレートにパルスが発生して読み取ることができる。 またパルスが発生しなければ帯電していなかったことを示す。製品化された256ビットのものは同様の真空管だが、プレートは円球状ではなく穴の開いた四角い板となっており、仮想度は8本並んでいる。大きさはあまり小型化されていないが、ピン数は4096ビット版が44ピンだったのに対して31ピンに減っている。 プレートの穴はビットに対応していて、緑色の蛍光体が見えているため、人間がビットの状態を読み取ることも可能である。ありがとうございます。